一文なしのくせに調子のいいこと言って。ももさんほっといて、私とお祝いするってのはどう？おやえちゃんちょっと生意気よ。そういうつもりで寄ったんじゃねえんだ。頼まれてた三味線箱の修理も済んだし、そろそろ帰るよ。ちょっと、まだいいじゃないか。ダメよ引き止めちゃ。せいさんはももさんなんかと違って家じゃ可愛い娘さんが待ってんだから。あ、そうか、確かおみっちゃんと、あ、おちかちゃんだっけ。いや、しっかりしてると言ってもおみつはまだ15、その下のおちかは7つだろ。女房はずいぶん前に死んじまっていねえし、放っちゃおけねえんだよ。分かった、瀬戸さん、一目で悪かったな。いや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 、そんな長の別れじゃあるめえし。ももさん楽しかったよ、ありがとうよ。松吉、松吉、見送って。はい。せいさんまたね。やだね。私一緒になるならせいさんみたいな人がいいな。優しいもんね、せいさんって。腕のいい差し物職人だし。じゃあ今からでも誰かもらってもらったらせいさんに。いいの。何言ってんだよ。製造には二人も娘がいるんだろ。お前たちに母親が務まんのか、お前。できるわよ。おかみさん、せいさんタバコ入れ忘れたよね。せいさん慌てて帰ったから。あ、ももさん、ひとっ走り届けてあげておくれ。今なら間に合うだろ。俺が今から？ももさんが引き止めるからいけないんだろ。まったく好きで走ってるわけじゃねえなんて。食い詰め浪人の仕業に間違いないって。でも財布は盗まれてなかったでしょ。それに俺が見た二人組は浪人には見えなかったぜ。その二人が聖さんを殺すところ見たわけじゃないんでしょ。だが袴に血がついてた。奴らに違いねえ。こうなったら俺が下手人見つけ出してやる。おみっちゃんたちだってどれだけ心細いか。ももさん、あの生きのいいカツオが入ったから、あの子たちに届けてあげよう。返そうやおい。どうしたの、おちかちゃん。何泣いてるんだい。お姉ちゃんが、亀八一家の連中が借金の方におみちゃん連れてったんですよ。何でも製造さんが死ぬ前に一両借りていたとかで。一両、たった一両で人の弱みにつけ込みやがって。無事だったか。あのお侍さんが。乱暴はやめると言ってるんだ。こりゃつい。おみちゃん、ここでじっとしてんだよ。ひでは、あの子の知り合いでね。たった一郎で娘を肩に取るとは何事だ。旦那、勘弁してください。その上、旅のお侍さんの仲間に泥がついたじゃねえか。あらいちんは、あらいちんはおしゃれします。よし、じゃあ三両で許してやる。
じゃ払えねえっつうのかこの野郎。払います、払います。あ、もしこのうちの一両、あの娘の借金に当ててもいいかい。ああ、残った金もあの娘子に。すまねえ。さあ姉は返した。証文出してとっとと失せやがり。証文出して、やらないよ、やるぞ。助かったよ。俺は桃太郎ってんだ。桃太郎。ああ拙者は金太郎でござる。大岩金太郎、出羽の船形藩に仕える身でござる。なるほど、こいつはいいや。兄上、何かありましたの？あ、いや、あ、これは妹の早苗でござる。そりゃあ強いのなんの、みんなにも見せてやりたかったよ。金太郎さんはな、今度藩から江戸詰めを仰せつかったそうだ。江戸詰めってことは江戸で暮らすってこと？この先よろしくお願いいたします。いや、こちらこそよろしく頼む。のう、さない。はい、何分江戸は不案内でございますから。いつでもご案内いたしますよ。いや、すっかり袴もきれいになった。これで気持ちよく上屋敷へ入ることができる。世話になったな。うん、いつもここにいるから遊びに来てくれよ。それにしても桃太郎と金太郎、ほんにまあいい巡り合わせだこと。殿はご病床にあられるゆえお目通りはかなわぬが、心して勤めようとの仰せじゃ。はは。それにしても剣が少々できるだけで万事気の利かぬお主がなぜ江戸へ呼ばれたのか。お、これはお留守居役様。大岩金太郎でございます。木田主膳じゃ。よう参ったの。しばらくは町を見聞し江戸に慣れるがよいぞ。こそ一度は家に帰ってもらいますぜ。それじゃないと足がね、奥様に顔が立たねえんだよ。皆さん見逃してくれよ。帰ったら大変な目に遭わされる。そういうわけにいかねえんですよ。おちょちょちょ、金太郎さん。桃太郎殿、こんなところで。あ、あそうだ、ちょっとだけ付き合ってくれないか。奥様、若をお連れしました。信じろ、今日という今日は、そこへお直りなさい。お、まあまあ、これはこれはお越しなされませ。金太郎殿とは剣術を通して親しくなりまして、このところはずっと二人で剣術談義に花を咲かせていたのです。の、金太郎殿。まあそのようなところで。人の行く末というものは交わる方によって大きく左右されるものです。金太郎殿のような折目正しい方とお付き合いしているとは少しは安堵いたしました。はい、どうぞ安堵してくださりませ。良い母上ではないか。あのような家があるのにどうして山で居候？信じる。桃太郎でいいよ。いつもあんな風に薙刀振り回されたんじゃたまらないよ。あ、金太郎さん、ご両親は？二人とも亡くなった。母は父に散々苦労させられて哀れなものだ。これはくだらん話をしてしまった。不思議なものだ。
桃太郎殿とは何でも話したくなる。俺たちは馬が合うんだよ。これからは桃さん金さんの付き合いで行こう。望むところだ。では桃さん、またな。金さん、さなえさんによろしく。大した腕じゃの。木田様。私は気が利きませぬゆえ、武芸を磨くことでしかお役に立つことはないと存じまして。よき心がけじゃ。お主のような律儀者こそはいざという時には頼みになる。近頃では誰を信じてよいのやら。何か屈託が終わりで。わしが江戸において国元で取れる紅花の売りさばき一切を任されていることを知っておるな。はい。ところがそのことを国家老の山の内孫兵衛様は心よう思うてはおられんのじゃ。ご家老が、ご家老には藩の権勢を一身に収めたいという野心がおありでな。私はそのようなことにはとんと疎うございますゆえ。そのようなお主へかような繰り言を申したのじゃ。おいは何かの俺には助けてくれ。頼んだぞ。は、命に代えまして。珍しいな。私が着てたものおみつちゃんたちにどうかと思って。へえ、そりゃいいや。二人によく似合いそうだ。しかしその手つきじゃ縫い上がる頃には寸法が合わなくなってるな。うるさいわね。あともう少しなんだから。いだった。もう桃さんが横でうるさいからだよ。なんでも悪いな俺が。おかみさん。早苗さん。すみません、兄がこれをお届けするようにと国元から取り寄せた出羽名物クジラ餅でございますが。あのよろしかったらお手伝いを。出来上がりました。私出過ぎたことをいたしましたか。とんでもない。あのどうもありがとうございました。おいしい。悔しい。失礼いたします。はい。じゃあまた会いましょうね。また。何デレデレしてんだい。清蔵さんを着た下手人のことなんかすっかり忘れちまった顔じゃないか。忘れたわけじゃないよ。なかなか見つからないんだよ。いや、いい話仕入れたぜ。なんで。清蔵が殺されている。あの近くで切り合いがあったのを見た者がいる。じゃあ清蔵さんたまたまそこ通りかかってそれに巻き込まれたってことか。多分な。ねえ、そいつらは何者なの。どっかの大名の家臣じゃねえかって。だから役人どもは見て見ぬふりを決め込んだってことなんだ。トドのつまり泣きを見るのは下々のものなんだね。だから侍は嫌いなんだよ。俺もでっきりだ。でも金さんみたいな侍もいるんだ。世の中まだまだ捨てたもんじゃねえよ。兄上、精が出ますね。ああ、お留守居役の木田様にことのほかお目をかけていただいてな。それはようございました。兄上の
お勤めぶりをお認めになられたのでしょう。やっと分かってくださるお方が現れた。これで少しはお前にも楽をさせてやるそうだ。兄上。はい、これがおみつちゃん、これがおちかちゃん。わあ、嬉しい。ありがとうございます。お葉さんってお裁縫とってもお上手なんですね。いや、それほどでも。ねえ、おかみさん、いっそのこと2人ともここに置いてあげて、あれこれお手伝いしてもらったらどうなんです？そりゃいいわね。亀八一家のこともあったことだし、ここなら安心よ。ね。それはいけないよ。おかみさん。花も身もある娘さんを、こんな盛り場の真ん中で預かることはできない。おみつちゃん、しっかりと自分の力で生きていくんだよ。それでもし、どうしようもなく困ったことがあったり、悲しい思いをしたときはいつでも遊びにおいで。いいわね。はい。桃太郎のおじさんにもらったお金で青菜売りを始めることにしましたから。そう、偉いわね。売れ残ったら持っといで、そっくり買ってあげるからね。ああ、武家屋敷歩いてりゃあの二人組に出会えるかと思ったが、まったくキリがねえな。もう江戸にはいねえんじゃねえのかね。うん、やつらだ。え、伊野さん、え、払っといて。はい。鬼、この目はよくも邪魔してくれやがったな。なんだよこんな時に。おお、若、あっちは俺に任せてきな。おお、ちょっと井野さんは。待てくれ待てくれ、忙しいんだ俺ら。今日は覚悟しよう。先生、よろしくお願いします。じゃあ死なねえやつらだ。死ね。ごめんなさい。さあどうする。冷たい。入りやす。バカだね。バカ。おう、皆さん、二人の侍のこと分かったか。夏山十兵衛と森の歳三、船形藩の侍だ。何？間違いねえや。二人とも留守居役の木田自然の側近だ。留守居役の木田。なかなかのやり手だぞ。で、できましたよ。奥様、お手伝いいたしますです。ごめん。来たな。どうですか、母上の料理は。いや、どれも美味しゅうござる。千代様は薙刀の方も大したものだが、料理もまた見事でござるな。先日のことはもうお忘れください。金太郎という名はお父上様が。はい、大山の鬼退治をした坂田金時のような強い男になってほしいとつけたそうです。さぞご立派なお方だったのでしょうね。いや、融通の利かないバカ正直な男でした。金さんのお父上らしいじゃないか。確かに似ている。それがたまらなく嫌だ。どうして嫌なんだ。父上は人が止めるのも聞かず、殿の底をいさめてかえってご勘気を被り、我が大岩家は軽く半減された。母も我ら兄弟もどれほど苦労したことか。俺は父のようになりたくはない。自分の父上のことそんな風に言うのは金さんらしくないよ。残されたお二人のことさぞかし気にかかったに違いない。兄上、もうそのような話は。そうであった、また余計な話をしてしまいました。お許しください。いやいやいや。さあ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 、まあまあ
で、江戸でのお勤めはどうなんだい？それがモンさん、喜んでくれ。木田主膳様というお留守役にいたっ気に入られてな。留守居役の木田主膳？おみっちゃんたちの父親の清蔵さんが殺された夜、俺が二人組の怪しい侍の姿見かけたことは話したよな。ああ、聞いた。何か手がかりはつかめたのか？ああ、その二人は船形藩の夏山と森野って侍だった。まさかその二人は木田様のご側近だ。そんなことするはずはない。一人の袴には血がついてた。例えば藩内で何か揉め事があって清蔵さんがその巻き添え食ったとしたら。やめてくれ。同じ船形藩の者を人殺しで疑われ、それに同調することができると思うか？このことは聞かなかったことにする。それでは失礼するよ。大岩金太郎、お主を男と見込んで頼みたいことがある。何なりとお申し付けくださりませ。国家老山内孫兵衛を切ってほしい。なんと。かねてより山内はわしを失脚させ藩の実権を握るため江戸に密偵を放ち、ありもせぬ風聞を作り上げようとしておったのじゃ。その密偵は我々が見つけ出し始末いたした。町の者を切ったのはお家のため仕方がなかったのだ。しかし罪のない者まで。わしもそのことを思うと胸が引き裂かれる思いじゃ。ことが済めばこの償いは必ずする。わしのつらい胸の内分かってくれるな？大岩殿、何事もお家のため。成就の暁には大岩家の家禄を元に戻し、お主にもしかるべきお役を用意いたそう。それはまことでございますか？二言はない。殿とてお主の父親に辛く当たったこと、今では気にされておいでのようじゃ。大岩、お主を信じて全て打ち明けたのじゃ。やってくれるな？かしこまってござりまする。木田様、こたびの紅餅でございます。紅花の売れ行きは上々のようじゃの。この帳簿によりますと、この度の取引だけで百両が極秘に割れたので。まさしく金のなる木じゃの。これを山の内孫兵衛などに邪魔されてなるものか。何？気だってやらとんだ食わせもんです。ちょっと若金さん、何をするつもりだ？あの気だって男には気をつけろよ。木田は紅花を使って悪毒儲けてるそうだ。清蔵さんが切られたのもそれに絡んでのことに違いない。何かの間違いだ。木田様に限ってそのようなことは。なら俺が問いただしてやる。金さん、なんであんな奴らのことかばうんだよ。俺は父のようになりたくはない。父は
乱暴な振る舞いが多かった殿をいさめた。その挙句家禄の大半を召し上げられ、周りからは出過ぎたやつよと蔑まれ、家の者は怒涛に迷った。それを拾い上げてやろうっていうあの男が何よりも大事だっていうのかよ。ああ大事だ。あのお方だけは俺を認めてくれたんだ。宮遣いをしたことないお主に一体何がわかる。藩の中で何があろうが俺にはどうでもいい。しかしそのために何の罪もないおみつとおちかの父親が殺されたとしたら、それでも金さん奴らかばうのか。金さん、そこどいてくれ。どくんだ。いや、どかん。どうでもならば、お主を切る。俺を切って人殺しの手先になり下がるか。何があったかは知りませんが、あれほど仲の良かったお二人がどうして。二人とも頭を冷やしたらどうだい。見損なったぞ。今日限り貴様とは絶交だ。ああ、慣れてますね、旦那。いいじゃねえか、この野郎。酒持ってくれ。どうなっても知りませんよ。大岩様、ずぶ濡れではないか。片付けて帰ろうと思ったらこんなので、その節はありがとうございました。いや、励んでるようだな。はい、なんとかおちかと二人で。でもお父ちゃんを切った悪い人はまだ捕まっていません。悪い鬼は桃太郎さんや金太郎さんが必ず退治してくれるんでしょ。これオチか。ああ、そうだよ、必ず。これを持っていけ。でも。いいから。あ、まあこれは金太郎殿。近くを通りがかりまして、果実はありがとうございました。桃太郎、あ、いや、新次郎殿は。あれからまた姿を見せません。お会いになったら首根っこを捕まえて連れてきてくださいます。さあさあ、どうぞ中へ。あ、いや、すぐに参らねばなりませぬゆえ。さようでございますか。あ、金太郎殿。はい。あなたのお父上様はご立派なお方です。先日そのことを申し上げるのを忘れておりました。ありがとうございます。
兄上。早苗。出世をしてお前をいいところに嫁にやりたかったが、なかなかそれもかなわぬ。何を申されます。私は今までずっと幸せでございました。そうか、それはよかった。出世などされずとも今まで通り律儀でお優しい兄上でいてくださることが早苗には何よりでございます。桃さんとは必ず仲直りをするつもりだ。兄上、ぜひそうなさってください。少し気になったことがありましてね。気になったこと？今朝方金太郎殿が訪ねてこられました。まあ、通りがかりによったとおっしゃってましたが、今思うとあなたを探してたような気がしましてね。母上、正義を貫くことで昨日までの友と敵味方になることが世の中にはあると思います。はい。そんな時父親ならどうされたでしょうか。迷わず正義を貫かれたことでしょう。友人と戦ってもですか。互いに信じ合う友なら争いなど起こるはずがありません。なるほど、その通りだ。ごめん。これ母を一人置いて、あの子は、いよいよ山の内孫兵衛が千住の宿に入った。大岩、抜かるなよ。こたびのことはまこと御家老の山の内様に非があってのことなのでしょうか。紅花の出荷に不正がないか確かめようと御家老は江戸へ密偵を放たれたのではございませぬか。なんじゃと。お主、このわしが公金を横領してるとでも申すのか。お主は黙って言われたことだけをすればよい。それで察しがつきました。このお役お断りいたします。何、断る？お主も父親のようにくだらぬ誠意とやらを押し通すつもりか。この世にくだらぬ正義などござりませぬ。私の父は立派な男でございました。ごめん。おのれ。金さんが俺と必ず仲直りするって。はい。意地張ってたことが恥ずかしい。で、金さんどこへ。根津の寮へお留守居役様に会いに行くと。留守居役木田主膳に。桃太郎様と仲直りする前に済ませておかねばならぬことがあると言っていましたが。様子見てきます。桃太郎様。
飛び道具とは卑怯だ。このままで返すと思うたか。どこまでもバカな男よ。秘密を知ったからには死んでもらうぞ。何も言うな。これで死んでのち父に胸を張って会うことができる。お主のおかげだ。桃さんに会えてよかった。サメのこと死ぬだよ。死ぬんだよ。お母上に俺よ。キサに出るまたとない機会を与えてやったというに良いざまじゃ。良いか。かくなる上は寺のこともやむを得ぬ。山の内番上を必ず殺せ。何やつだ。桃から生まれた桃太郎。何？桃太郎？天に代わって鬼退治に参上。黙れ！うわっ！Come on!
釈な。天魔不動拳に移りし貴様の姿、鬼に見えたり。母上、切り捨てたのは皆人の姿をした鬼でございます。花の上で金太郎の引退時だ。船形藩大岩金太郎なるお侍が藩の名を語った辻斬り強盗をただ一人でバッタバッタと切り倒し、しかしついに力尽きて名誉のうちにも武士の手本となりにけりだ。本当にお世話になりました。金さんのことは何と言っていいのか。また国元へ帰るんですね。はい、私が婿を迎え大岩の家を継ぐこととなりました。そうですか。家禄も以前のものに戻していただく運びとなりました。そりゃよかった。金さんは見事に大岩の家を盛り返したんですね。どうかお幸せに。ももさん、お婿さんにしてほしかったんじゃなかったのか。俺が何言ってんだ。宮遣いなんてごめんだね。強がりにしてばっかりだ。おじさんはほっといて。おじさん、ついた。すいません、ついてない。